いて問題のあるる歯根を分割し抜去する方法である上顎大臼歯などの三根幹性の歯科に用いられる場合をトライセクション化学大球歯などに多く見られる二根幹性の歯科に用いられる場合をヘミセクションと呼ぶ一般の歯科治療において重度の歯周病や歯根発生右食症の深刻な進行は 臨床症状を伴わない場合でも抜歯になるケースが多い。だが、歯科医師の多くは抜歯になることで有利単欠損になる場合や、キートゥースを守りたいという考えから、複数年の場合は健常な箇所を残して治療をすることがある。しかし、予知性は高くないことは様々な研究で明らかであり、患者個々の工房はもちろんのこと。 花内病変や高校衛生状況を見極めた上での手術が必要となる。抜去せざるを得ない歯根に対処審査を加え、原因が何かであるかをはっきりさせることは重要である。花内病変や歯根破折の場合、歯槽骨の大きな吸収は予想しておくべきであり、骨整形が必要となる場合は多い。その後の補鉄によっては、 骨吸収を防ぐような処置が必要になってくる。新純麻酔の走行を確認し、当該根の切断を行う。手術の方法があるが、基本的に、予後不良の根を除くことが主目的であり、特別な道具は使用しない。一般的なタービンバーで髄床底より切断を行い、問題のある根の抜挙を行う。抜挙は、他の根にダメージを与えないよう留意し、 混戦などの肉眼を確実に除去する。残した根は、髄油化底など今後の清掃性に注意し、ファインバーや、ルートプレーニングバーで、周囲組織に移行的な形態に修正を行う。術式を行っても清掃性が考慮されない場合、腐食症や、刺臭病の進行を許し、予後において、深刻な影響を及ぼす。術後は、 一般的な抜歯の後の注意事項を説明し、投薬を行う。広範囲に、フラップ形成し、骨削除を行っていない場合は、刺繍パックは特に必要ない。ブラッシングは症例に合わせて行うが、早期のブラッシング再開は、相部の劣化を招くので注意が必要。レンダーらの調べによると、10年予後では38%が、 歯根破折により抜死を余儀なくされている。工合など十分な予後経過観察が必要であると思われる。ありがとうございます。